ぼぼ絶好調のピアノ教室でございます。シリはシリでもシリとりあやとりシリを隠すシリが重いシリ持ちなどと言葉を入れて楽しく遊びながら学ぶことも面白いでございます。つばさをください。五線の音を活用しております。ドレミの位置も平音記号の位置も書くことでどん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 理解できるようになるんです。指番号に指替え指くぐりもゆっくりやれば怖くない。左手で和音を押さえて右手でメロディ、両手で弾く交互奏にユニゾンオクターブ、同じメロディーを両手で弾くことをユニゾンオクターブ奏と言います。少しずつ基本を身につけて表現力に応用力、パッと見ただけで曲を弾ける、これはとても大きな武器になります。初見力を身につけてコード奏で弾く技術から生徒を育て伸ばす、音楽って楽しいな、もっと弾いてみたいな、レッスンが楽しくなる方法を先生はいつも楽しみながらやっております。それではまた皆様、また明日も講義期待くださいませ。